こんにちは、川田です。す。朝会始めます6月2日水曜日ですね、このコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、これ背景はね、多分数年前にフィンテックツアーで行ったと時になんか会社訪問、この、この、 スラ,イドスライドだけ見てどこ行ったかったいうのはちょっと忘れましたですけども、後で見たら、あのさっき見たら、パロアルトネットワークスだとかですね、コインベースだとかですね、フェイスブックだとかいろいろ行ってるんですよね。私2、2、3回立て続けに行ったことあるんですけど、その時の1回だと思います。これ、会議室でこうやってこう水があって、ここでまああの説明、プレゼン聞いてるわけなんですよね、まあ。ということで。で、これがですね、今日の表題なんですが、えー、っと、 ど,どういうことかと言いますと、なんかね、えー、と金融セクター、ジェピー・モルガンだとか、ゴールドマンだとかでね、あれ,のあれらのが属している金融セクターの、セクターの ET F ETF っていいますか、セクター指数が史上最高値を切ったそうです。それからこれは、ね、日経で見つけたんですけど、トヨタの自家総額が最高だになったんですよね、まあ、そこら辺合わせてですね、少しあの喋ってみたいと思います。 ということで、今日私はですね、まあ、今からですね、ストボ水曜日ですんで、えー、これ、行ってまいります。まあ、これ、ご視聴いただける時間は、もうストボ終わってるかも分からんですね。次が、えっ、ー、と、来週ですか、その,その次か、えっ、ー、と、15日が、日経 CNBC ですね。はい。で、昨日はですね、えっ、ー、と、まあ、小幅、非常に小幅な動きだったんですよね。で、えっ、ー、と、ダウが、これ、 えとプラスですか1日あとは、ナスダックはちょっとマイナ、0.2%ぐらいなあの。ラッセルが高かったんですよね。これはあの、構成銘柄の中で、AMC エンターテインメントという映画,映画館のチェーンですね、ああいうのがぶっ飛んでたっていうのが、まあ、若干は影響してるんですけども、それ以外の理由の方が多いような言い方してました。ということで、これが SP500 の冷やしのチャートです。 それから、1日はもうストーンと、まあ、あの東京時間、東京の夜の時は高かったですからね、でストーンと下げて、その後横ばい、ストーンと下げて横ばいと、エネルギーが高かった、ヘルスケアが弱かったということです。でこ、これが6月、ぜあの月曜版でもお見せしたかもしれませんけれども、あの6月は下がりやすいんですよね、特に後半というようなことを、過去のチャートは示唆しております。 でこれ見ますと、ですね6月こんな感じでしょう、ただ、ですねこれは SP500 の過去20年、もうちょっと長いやつを見ると、ですね二コブラクダみたいになってるんですよね。で、今からですね若干上がるかもしれないけど、下がって、中旬、下旬に1回上がって、その後また下がると、これ山が2回あるようなのが、まあ、過去数十、何十年かな、3四40年のチャートの、まあ、平均なんですよね。 まあその通りになるというわけではありませんが、それを一つイメージしておいていただければと思います。あと、これは、あの、昨ののマーケットのコメントなんですけども、SP 金融株、金融株は最高値、チャート、これ後で見ます。それから、ラッセル2000も、これ、高かったと。ハイテクセクター下落と。で、えっ、ー、と、これですね、はい。 これは先ほどですねバイデン大統領がですね、えー、オクラホマ州タルサで演説してたんですけども100年前の5月31日から6月何日でしたっけそこにですねアメリカ史史上ですね最悪のなんかね人種差別を背景にした虐殺事件が起きてるっていうんですよね殺さ,殺された人の数はなんかね100人とか300人とかまああの書説って言いますか数に 数にあのバラつきはと言いいますかははい、ば,ば,ばらつきはあるんですけども、大変なことが起こったというのは100年前の今日あたりらしいんですよね、31日から6月1日にかけてうんぬんうんぬんとで、バイデン大統領は、まあ、こういう差別は良くないねってそ、その人種間のウェルスのギャップを埋めるんだというようなことをですね言ってましたですね。はい でえー、これがあと金融株の ETF なんですけれども、ここで持ってきたのはね、過去5年間、SP との比較なんですけれども、えっと、過去5年について言えばです、ねあの、金融株悪くないんですよね、SP と一緒ぐらいのパフォーマンスですから、これは大したもんではないですかというようなことです。ところが、でこれがこれなで、これがですね、えっと、いくつか主要銘柄。 過去5年間のですねモルガン・スタンレー、JP モルガン、J、ゴールドマン・スタックス、この指数で SP500 と、SP500 と金融はまあ大体5年間一緒だって言ったんですけども、まあ、あの各業界のトップ銘柄はです、ね、でおおむねですねあのパフォーマンスが悪くないんですよね、この5年間に限ればですね。で、過去20年だとどうかってなりますと、あの <laughs> モルガン・スタンレーがまあ少し。 少しというか随分出遅れてる金融時代はですね、まあ、いろんな構成銘柄ありますから SP500 には随分出遅れてるんですよね。で中でやっぱりいいのが JP モルガンとゴールドマン、まあ、ゴールドマンはこここの去年、うん、今年に入ってからですかね去年の暮れぐらいからこう,こういうふうになってますけどもやっぱりあの一番やっぱり業界の言う JP モルガンジェイミー・ダイモンを率いる JP モルガンの パフォーマンスがやっぱり際立ってるっていいるう言い方ですかねやっぱり安定して強いと。ということです。まあこれ一つ頭の中に入れておいてくださいということです。あと10年歳の金利は昨日若干1.6%ドイツで出た指標で少し反応して1.62%ぐらいまで利回りが上がったっていうんですかね。だからこれがいつもの主要指数過去5日間ですけどもあのラッセル2000が高かった。 ソックスはまあ高寄りして安かった。あとはこんな感じ。で、過去1ヶ月ではソックスはこんな感じ。はい。で、年初来ではこんな感じということです。で、これはですね、えー、っと、過去1年、あ、これ何で持ってたんだろう、えー。過去1年の、これはちょっと間違いかもわからんですね。あ、でもこれでいいのか。はい。 でですね、これは業種別ですけども、過去5日間では不動産と昨日はエネルギーが強かったですからね、過去5日間でもこの2セクターが強い、それから弱いのがヘルスケア、これはね、な,なんかアボット・ラボラトリーズが、なんか決算じゃなくて、なんか言ったんですよねあの、新型コロナウイルス検査需要の大幅な減少を発表したアボット・ラボラトリーズが9%ぐらい下がってるんですよね、まあ、それも影響してっていうことで、あのヘルスケアセクターはこんなになってますと。 いうことですでこれが過去1ヶ月でやっぱりエネルギーが強いと、まあ、今年はなんかエネルギー強いですねでえっ、ー、と金融はこういう感じで、まあ、エネルギーの次に年初来ではパフォーマンスがいいということですでアナリストコールですけどもえっ、ー、と AMC の売り評価これ昨日二十数パーセント AMC 映画のチェーンですねあのかつてのって言いますかあのロビンフッド銘柄の代表なんですけどもこれがあの 売り評価、あのまあ、ファンダメを評価すればですね、あの買いとか推奨はできないと。ただ、昨日なんかね、新株発行で資金調達してたんですよね。普通こういうのがあると株の希薄化で下がるんですけど、昨日は上がってましたですね。それからベイルリゾーあのなんですかスキー場だとかリゾートのです、ね、会員券を販売している会社ですけども、これがあの、 買い推奨なんですなんでこれ持ってきたかというと、私、これ前持っててですね、ずいぶん惚れ込んでて、ですね買ってたんですけどね、まあ、裏,切裏切られた格好であの売ってしまったんで、そこら辺もですね少しチャートで確認したいと思います。で、これが AMC ですけども、こんな感じで、今年に、これが2021年ですから、こんな感じで上がってるんですよね。はい。昨日1日で22%。で、ラッセル2000の構成銘柄の8番目か9番目ですか。 ここにですね、ね、AMC エンターテインメントが0.35%だけあるんですよ。まあ、非常にあの幅広く買ってるんですよね、あの指数は。まあ、2000銘柄で構成されますから、どうしてもこうなるのかもしれませんですね。で、えー、とベールリゾートですけどね、私が買ってたのはね、2018年のどこかここら辺から買ってですね、で、いいじゃん、いいじゃんと思ってたらですね、あの2018年には株価急落しましたよね。あれ景,気景気失速を反映してとということで ここでこんなんなって一度こう上がったんですけど私は結局ね損をし,しなかったかもしれませんけど儲けずに打ったんですよねでその後下がってまあいいやと思ってて上がってコロナでこんなんなってで気がついたらここですよでいかにやっぱりこういう銘柄ですね、まあ、難しいかで先ほど聞いてたらズームがなんか決算出したんですかで少し上がってんですよねで ズームのチャートがこうなんですけども、まあ、こういうチャートもですね、こういう銘柄もですね、こういうふうになるのかなと。まあ、だから、売ったらその上がると。で、買ってれば下がると。自分が持ってれば下がる。売ったら上がるというのになるんじゃないかと思いますよ。普通はですね。はい。で、これが今週の予定ですが、はい。で、個別銘柄は、えっ、ー、と、これはダウ銘柄ですね。GS が高い。 DAO が高い、JP モルガンも高いですかということですね。はい、で、ナスダック100は、おおむね昨日、えーっと、21ベーシスじゃなくて30、23ベーシス下がってますからね。えー、で、えーっとは、半導体セクターも弱かったんですよね、実は昨日は。で、これが 999J でですね。まあ 変わらずで、すねあのと同じほら、ここにホロジックっていうあの、えー、と PCR 検査の機器を売ってるんです。私も売ってたんですけど、やっぱりアボットラボラトリーズが売られたからかあのコロナ、コロナに依存する収益、売上げを依存するのはやっぱりだめだということで、まあ、61ドルまで下がったですね。これ90ドルぐらいあったんじゃないかな。PR も随分安いんであの、低いんですけどね、上がらんときは上がらんですね。ゼブラ これが私が持ってます。これしっかりですね。はい。で、これは個別銘柄ですが、C がやっぱりあの戻ってきましたね。こいつはだから私は今は安心銘柄ばかしなんですけども、でも上がらないんですよね。999がここなのに、ここより下の銘柄多いじゃないですか。ジェネラックとか、まあ、これの,あのブルーとかですね、こういうやつはいいんですけども、MSCI とかもおとなしいということです。サービスなどどうすっかなということなんですよね。 でこれが大麻と,、えー、っと暗号資産連合ですけども、上がるときはこうやって7%とか上がりますから、平均で53ベーシス上がってますけども、まあでも、さえないですよね。はい、で、これがあの過去5日間ですけども、ノボキュアとプロジニーが突出していると。で、過去1ヶ月で見てもプロジニー様がよ,よく上がってらっしゃるということですね。ズイブラも上がってますよね。はい で年初来でもプロジニーとジェネラックと、それからジーブラーだからまあこれが999ですから、まあ今となっちゃですねあのー、ダメな、できんは省きましたんで、あのー、まあのまこれでいいんじゃないかと思ってるんですよね。で、ダメなのはこのサービスになるとこの ARKK、こいつをどうすっかですね。はい。で、過去1年ではアークのファンドはこんな感じです。まあ、はい。 でこれ新聞ですけど、まあ、あの視聴者の方でねあのもういいやあの、ご興味ない方はここでぶつっと言っていただいて、えっと、あとは新聞と私のあれの宣伝、サイトの宣伝になりますから、月曜日、私、ほら昨日えっ、ー、とスキップしましたんで、えー、となんか急面にですね芹川さんって分かりますあの温厚なおじさん、この CNBC で出てくる論説フェローという方ですけど、この人がねあの、なんつか、 珍しくっていうか、あの辛辣な物言いなんですよね。なぜか、なぜコロナに敗れたのか、なんかこの緩い、バラバラのんきの3つが失敗の原因だと、まあ、はい、そうですということで、あのまあ、読んでても問題は解,解決しないです。でも今あの、コロナ接種開始、本格接種が始まりましたよね。あのあのこういうの、は日本、得意なんじゃないですかね、ロジスティックスは。 でもないのかな、うん、でも非常に丁寧にやってると思いますけどね、それからあの火曜日、ディープインサイト、小粒上場の国でいいのか、これはあの日本の IPO がです、ね、非常に、まあ、粒がちっちゃいということを嘆いているわけですよね、うんなぜか分かりませんが、まあ、これ読んでくださいハリスさんは次の大統領になれるか、まあ、ちょっとコミッター、これ、ザ・エコノミストっていうイギリスの、えー、とレポ経済誌の,あの翻訳でした。 ちょっと難しいこと書いてますけども、いろいろあって、ハリスさんがなると、い、ま、ろ、あ、んな問題が出てくると、オバマさんははっきり言って、えー、白人とも見れる、まあ、実際、白人と黒人のハーフ、ハリスさんは、えー、インド系とカリブ海系でしたっけ、なんで、これは本当の有色人種だということになって、なかなか難しい面がありますよって、そういう記事だったと思いますね。 それから昨日のですね、えー、全面広告、沢上さん、沢上投信の記事、実はあの私、ちょっとああの朝日新聞も,もう見たんですけど、朝日新聞にはですね、ねやっぱり沢上投信の一面広告で出てました。それは、えっと、沢上龍さんっていう人かな、あれ息子さんじゃないですかね、その人の名前で出てました。これは草刈さんの名前で出てたんじゃないですか。で、まあ、要はあの、今だけ金だけ自分だけではダメだっていう、いや、そんなこと言われても <laughs>。 目 <laughs> がドルマークだから物事進む時もあるんじゃないですかというようなことを言いたいんですけどもまあでだからこれ私がツイッターに書いてですねじゃあ沢上投資に買うと、えー、全ての悩みから煩悩から下脱できるのっていうでバフェットもバフェットがあることを言ってるんですねこれ後で言いますあと全世界指数最高値を更新っていうのがあの新聞に出てたんですよね、AS オールカントリー w i かな、ACWI、これ後でチャートで見ます、それから、えー、と半導体の記事はもう毎日のように出ます、それから一目均衡、取締役会3.0に挑む企業、これもちょっと触れます。でまずで火曜日の夕刊ですけれども、えー、十字路、10年に遍のですの、ね、国勢調査で下院、えーの,ね、の選挙区の区割りが変わるんで、あの議席数が変わるんですよね。これによってまあいろんな あのアメリカのの政治の動きがに影響があるという記事ですそれから水曜日、今日の朝刊では、ですね広告に3面の広告にですねマイケル・サンデル教授の実力も運のうちという本の宣伝がまだでかでかと出てました、実は私、これ、ここでは何回か触れてまして、これ、後で言います、それから8面に、ですね、えー、野村証券が千葉銀など 3, の3つの地銀とあの新会社を作ると。 投資助言に対対して対価をもらうなんかオンライン会話の要領だっていうんですよね。で、手数料じゃなくて、あの商品の販売手数料じゃなくて、年会費だとか、まあ、なんかこう、アドバイスしたそのフィーですよね、が、まあ、唯一の収益、これいいんじゃないかと思うんですけどね、でもバックが野村証券とかですね、銀行となるとですね、やっぱどうしても、その紹介する答申がですね、その自分のところで紹介してるやつになるんじゃないかなということなんですけども、あの まあ中立性、独立性って独立性はないですよね。じゃあ、どこまで中立性が担保できるか。まあ、そんなんだったら、川田社長のですねプレミアム会員が一番、一番フェアでしょうあの。あの、なんと言いますか、一番、まあ、日本であの一番いい。 のの一つだと思いますよあのここは自我自賛っていうかやっぱりしがらみがないからまあ本当のことが言える人間所詮誰もですねあの利害関係ありますからね <laughs> で11面はですね中国の資産1000万円超の人が最多になった1億何千億人1億何千万人だっけなアメリカを抜いたっていうんですよねあとこの今あの英語の新聞読んでますとですねアメリカの投票法あの各地で ととというここでで大変なことになにったんですね共和党系が中心のところは、ですね要はマイノリティだとか、ですね有色人種にですね投票させにくいような法律をガンガン通してるんですよね、でどこでしたっけ、テキサスでしたっけ、あの民主党がですな、ね、んとか,かえっ、ー、と阻止、あの法案が通るのを阻止したって言うんですけど、アボット知事でしたっけ、もうすぐに特別議会がなんか、招集して、倒産といかんという。 大変すごいなと思ってバイデンさんはずっと非難してるんですけども、まあ、ここはもうアメリカ人でしか分からない心情があるんじゃないですかね。<laughs> あと、日本の新聞に出てたトヨタの自家総額があの最高になったということ、これも後でチャートで確認チャートで確認しておきたいと思います。あと19面はでですね大期 ESG 投資拡大に新調論もと ESG を二色の見旗に、それでパフォーマンスを犠牲にするっていうのはよくないよねっていう、パフェットの、これも後で言います。で、ここはですね、えー、と草刈さんのこことも私か、テーマ重なってんじゃないかと思うんですけどね、要はこの人は目が,目がドルマークになっちゃいけないっていうようなことを言ってるんですよ。で、人のためとかなんとか、自分だけっていうのはよくないとか言ってるんですけども、まあ、そこらへんちょっと後で。<laughs> でですね、一目均衡の取締役官、厄介3.0。 に挑む企業これはこの間のですねエクソンに対して、えっと、エンジン、なんとかでしたっけ、あのヘッジファンドがですね取締役を2名送ることに成功したということについての絡み文脈で書いてるんですよね。で、<laughs> 取締役会1.0っていうのは、1950、60年代にはですね CEO のお友達で占められてたと。2.0はですね外部の視点で経営をチェックするということで、あのモニタリングモデル。1.0は助言モデル。 2が今言ったことでただし、2.0ではですねあの時代の変化に追いつけず CEO がいかに突出して優れた人でもですねそれは暴走でしかないじゃないかというようなモニタリングの人がもう足かせしてですねかえって成長の機会を逃すということが指摘されたということなんですね。でボード3.0というのはそれより一歩踏み込んで社外取締役が、まあ、あのプロの知見をですね その経営の知見をですね本当にまあ言うだけじゃなくて、それをまあ行動にまで、企業の行動にまで落とし込むというようなビジネスモデルだということなんですよね。これやっぱり日本でこれやられると、やっぱりなかなか辛いものがある企業が多いんじゃないですかね。まあ、そ,れはなそれはまたあの後で、これ以上踏み込むと、またあの嫌がられるんで、まあはい、でこれね、私、どうでもいいんですけど、この 月曜日の,あの新聞広告見てると、エコノミストが半導体、こういうね特集記事、これがすごく多いんですよね。で、こういう記事は、読んでるとそのふんふんなんですけど、投資になかなか結びつかないんですよね。でも、基礎知識をつけるには非常にいいんで、これを読んでなおかつ投資に結びつける、もう一つ自分で考えるとか、レポートを読むとかっていうことも必要になるから、めんどいんですよね。 でもこあの、グラフとか図表とかいいのありますから、あのお時間あればというかあの、ビューンで400円で読めますしあの、図書館行けばありますし、あとこれがですね、えー、ACWI、全世界株価指数ですか、これが年初来ではですね、SP500 とちょぼちょぼ、まあ、要はですねあの、アメリカ以外に。 アメリカは含めてですねヨーロッパだとか新興国だったとかありますから基本的にはバリューガ柄が上がるとこの ACWI AC はあのパフォーマンスが良くなる仕組みなんですよね。なのでこれは年初来では SP500 とちょぼちょぼ。 で過去5年だと、ね、SP500 が2倍,2倍になってるのに、その4分の3。大体私、いつも言いますように、先進国の,、A、あの株価指数は、ね、SP500 の7がけぐらいなんですよね。方向が決して逆に行くってことはないです。だから買う必要がないということを申し上げてるんです。これが逆に行くんだったらね、あのかん、お互いにあのあんパフォーマンス安定になるかもしれませんけど、それないですから、心配せんでも。 なんででこれ、過去12年では、えー、と100 3倍きょなっているのに2倍にしかなっていないと、だから買う必要がないということですね。あとトヨタが時価総額史上最高になったということで、これ、トヨタの投資を過去20年ぐらいで見ますと,です、ねえーと、今9、9000いくらぐらいしてるんですか、9000ぐらいですか、9000何百円で、ここで2015年かなんかにつけた。 あの高値を上回ってるっててるうんですよ、ね、株価イコール時価総額ではなくてやっぱり時価総額はあのどん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 株式数減るトヨタも自社株買いしてますからねということなんですが株価的にはまあしっかりこんな感じでも20年間このボックス内で今離れたっていうことになってるんですけど20年ですよ20年で45年これねトヨタって、えー、とニューヨーク上場が、えー、と1999年ぐらいだそうですでその前に ADR で多分ティッカーシンボル TM かな tm これはですねあの取引されてたんでしょうね。あの1970年、チャート、あのこのチャートを見ると、70何年からあるんですけども、これがえっとトヨタ、これ45年、過去45年だったら、トヨタのへの投資はですねあの報われてますよね、えーっと、そうそうそう。だから、まあ40数年間持ってた人は、まあトヨタは良かったねと、SP よりはということなんですけども。で ニューヨーヨクに、ちなみにですねあの、トリビアですけども、ニューヨークに上場した最初の企業はソニーですね、あと次が,次がホンダになるのかどうかは知りませんけど、トヨタは99年って書いてありますね。はい、でトヨタは過去40年ぐらいですと、ですね、もうすでにあの SP に負けるんですよね。で、これが40年で多分 SP500 は30数倍になってるんでしょうね、トヨタは20倍ぐらいになってるんでしょうね。 で過去12年だとです、ね、なんかこうリーマンクライシスのあとだとです、ね、やっぱり SP500 はぐーっと上がって、トヨタはまあ上がってるけども、こんな感じということです。あと、先ほど言ったウォーレン・バフェットですけども、ESG への課題はの対応で、企業に大きなコストが発生した場合、そのコストは投資家が持つべきではない、企業が ESG 課題を解決し続けることは当然の前提であり、 投資家は ESG の要素をことさら強調すべきではない、まあ、これも本当にそうだと思いますよ。企業にそこまで求めるのはあのむしろ国ではないかと、企業の本来の機能はということになると、ま,あ、またここは異論があるところですけども、結局、ESG とかっていうと言い訳になるんですよね。で、そうなるとあの誰もハッピーにならないというようなことを、ウォーレン・バフェットは指摘しているということだと思います。はい でこれがです、ね、あ視聴者の方からかな、半導体いつリングにするか、これ、そう,うテーマですよね。で音量だけは 2, 2、3割アップ、私ね、これね、これでマイクの近くにね、口をです、ね、15センチぐらい近づにまで近づけて喋ってるんですけど、これでもだめなんかなと、あとテーマ型投資にどうだっていうから、まあ難しいですよって、ARKK なんかそうですけどね、私は損はしてないですけども、あれが戻ってくる、なかなかそんなに戻ってくるんですよ。あとバルンズの読み方講座 まあお休みですというか中止ですなぜかあれは、えー、とプレミアム会うちのプレミアム会員じゃなくてですね自事のバロンズダイジェストの有料会員向けだったので、えー、まず時事の バロンズダイジェストにの有料化になってもらわないとダメなんですよね。ここのハードルが結構高いという方もおられて、えー、それでまあオーディエンスが少なかったということです。で、私は相当頑張ったつもりなんですけどね、あそこにエネルギーを投入するんだったら、他にやれというふうな周りの声もありまして、でもっと皆様のお役に立,てお立とうと思っております。あとイールドドスプレッドはですねこういろんな これ違うんか、あれ違うんかということはあるんですけども、イールドスプレッドの測り方はいくつかありますね。はい、それから、保有銘柄にあの C がないようですがで、これは私の間違いです。あ,のありますあの。全然いじってないんです。なので、えー、C は有望銘柄の一つで、これは売る気ないです。エクセル間違っています。サービスナウです、問題はと。とアメリカの話が聞きたいと。 日本人や日本社会へのディスリが多いが、ここで聞かなくても居酒屋に行けば、そうですね、だからそこは飛ばしていただくか、私はディスリとかなんとかって、この言葉の意味知らないですけど、ディスリスペクトなんですか、ちょっとすみませんあの、私はやっぱり、まあね、日本人ですからね、日本によくなってほしいという気持ちはあります。 だけども自分自身の資産形成もまた守らんといかんというのも現実な現実課題なんでそのバランスの中でこういう私は、えー、と資産運用状況になってるということです。イールドスプレッドはね定義だけ見るとねあの昔はなんかほら この方もおっしゃってますけども、長期国債の利回りから株式益回りを差し引くとかあるんですけども、今はなんか、あのそれは長期国債が 6%, 6も8%もしてたときにはそういう式なんですけど、今逆ですよね。で、それから割ったりもするんですよね、益回りを、えー、益回りを今度は金利で、長期金利で割ったりする、1. 点何倍だとかね、そういうのもあります。でもまあ、時代とともに変わるんじゃないですかね、説明しやすければいいかなと。 でこれはほら、箱田温帯のですね、イールドスプレッドは、駅周りから10年再利回りを引いてますもんね。ここを今度、実質金利にしてみたりインフレ、インフレのレートにしてみたりということで、まあ、自分が伝えたいメッセージの通りにやってるってことではないですかね。はい。で、これは渡辺の、あええ、まあ、あの、ここを、今後はですね、少し。 あの上がるかもしれないけど、そんなにエネルギーはないと思った方がいいですよ。私はあの先々週ですか、今週ダウはあの下振れする可能性がある、まあ、見方は変わらないんですよね。なので、えー、そんなに強いマーケットではないはずです。で、これ、プレミアム会向けの方にですね、渡辺のからのプレゼントで、エヌビディアのです、ねえー、個別銘柄チャートをあのプレミアム会向けの方に掲載してあります。それから来週 このそれこそですね、あの沢上投すならぬ、ね、大倉博士がですね、あの40年株と付き合うあのマーケットと付き合うためには年率 8%, 8じゃダメですかって私はこれに尽きると思いますよ。で日,本はだ日本はやっぱり、日本の投資家がかわいそうなのは、年率8%くれればいいんだけど、その <laughs> くれないからですよね。はい でこんな感じでやりますから、これキンキン、近々もあもうちの黒住からですねあの、案内がいくと思います。それから、今度私やろうと思っているのは、サンデル教授の米国、これ、私が名付けた名前なんですけども、米国エリート再生産の仕組みの問題、仕組みのその問題点と株式市場の関係について、私が独演会じゃなくて、皆様と一緒にですね、討論会をしてみたいと思います。こんんなな感じでですで 要はアメリカの病理それに付随した株式市場への影響について言及する予定です。 でこれはですね、オバマ政権の閣僚の一覧で、まあ、みんなすごい学歴の人だということが、あのサンデル教授がであの、まあ、一つ問題点として指摘してたんですよね。で、このすごい学歴の人が、いろんな出身母体から出てくれればいいんですけども、そうじゃなくて、みんな、まあ、中華系の人もいますけども、ある一定以上の資産家層、それから人種の偏り、まあ、そういうふうになってるということなんですね。オバマだからまだ黒人色の、あの肌の色の違う人いますけども、トランプの時はすごかったんですよね、まあ、そんななようなことをですね。 えー、題材に、まあ、いろんなことを語ってみたいと思います。以上です、はい。今日は私は今からストボに行ってまいります。ありがとうございます。失礼します。